はい、こんにちは。何これ怖い。なんか首ですか？あら、ありがとうございます。なんすか？あ、氷なしアイスコーヒー、私でいつも頼んでた。ありがとうございます。ちょっと4月なんで。ああ、そうですね。春ですね。怖い、何その喋り方。OL のこの季節ですね。ああ、ちょっとなんか分かったぞ。はい、OL だったということで、はい、その辺の話をちょっと今日聞きたいなと思って。はあ、まあ確かに、あんま喋ったことないですもんね。そう。分かりました。じゃあ皆さんに、私がどこで働いてたかを言いましょう。まあ、所属自体は11月ですね。まあね、5月とかにはもう内定を実はいただいていて、就活って長い子は長いし、最終面接までに何回面接とかがあるかっていうのはまあ別に決まってるものじゃないんで、多分その会社によりけりなんですけど、ここまで本当に詰め詰め、そこまでの何ヶ月間はマジで就活しかしてなかったので、第一希望の、あの会社に内定を一番最初にもらったんで、でまあ早くもらったもんだから、ね、意外としっかり単位とかも取ってたから時間があって、でその頃からこうサロンモデルとかのね活動もしていたんですけど、いろいろ考えた時にフリーでこう自分であの請求書とか領収書とかやってたんですけど、これをやりながら OL やるの難しいなっていう風に思っちゃって、なんか事務所もいいかもなーなんてチェーっとこう考えつつ、時間が過ぎていき、ご縁あってこうここに入ったっていう感じ。その入るまでの話で言うと、そうですね、なのよ、就活ってね、みんなね、大変だったわ。じゃあ事務所入った時は OL 内定決まってて、うん、そうですね、両立したいっていうのもあるでしょう、要望だったと思う。そうなんですよ、そう、両立したいっていう体で入ってきた、体というかもうしたいんですって言ってて、 OL 側の会社もこれを了承してくれてというか、むしろ応援してくれてたので、ありがたい環境ですね、本当に。卒業しまして、友達とかね、は親とかは知ってますけど、本当に記憶ないし忙しくて寝る時間が本当になかったから、から平日にこう働いてとかあると思いますけど、ね、普通に働いてたら分かると思うけど、残業とかじゃないお仕事っていっぱいあるじゃないですか。次の日のミーティングまでにこれを考えておきたいとか、このやってるプロジェクトのことちょっとあのもっと詰めたいなとか、お家でやりたいことっていっぱいあるじゃないですか。働いているこの時間以外は OL の仕事が終わってからそのまんまミーティングとか、休日はあのロケとかね行ってて、入ってすぐ頃にあのヤンマガの表紙がね出たりとか、シュープレの表紙出たりとか、あとキャナイさんの MV の撮影も実はあれ OL 中なんですよ。でも自分で選んだことでしたし、両方すっごい好きなことだったのでやれてたんだけど、体ねちょっと壊れちゃったりしてたので、だから迷惑かけちゃうなっていうのは常々思いながら両立してましたね。ここをちゃんと本職というかやってたので、休みがなかろうが寝れなかろうがやってやるぞって思いながらやってたっていうのはありますね。だからまあ体壊すまでやっちゃった。マネージャーから見てもすごく辛そうだなって思って、平日が OL、うん、土日がまあ、芸の仕事、うん、まあ、これは相当大変だよ、休みがないっていう状態。あ、そうですね、普通にあの OL との両立の時は休みがゼロだったんで好きな仕事というか、よく言われてたんですね、その時も、なんであの OL 辞めないのとか、でいつまで続けるのみたいなスタンスで聞かれてて、それがめっちゃ悔しかったんですよ。そう、めっちゃ叩いちゃった響いちゃったんだけどOL を片手間にやっていたわけじゃなくて、OL の時は OL の私だし、01にいる時は芸能活動している私で、両方ちゃんと本職というかやってたので、なんかそれが悔しくて続けてたっていうのもあります。この人ぶっ倒れるんじゃないかと思ったけどでもね、それあの OL の方の会社でも朝のミーティングで言われてましたえ、大丈夫みたいな普通に忙しい会社だったんですよ。みんないろんなタスク持っててっていうとこだったんですけど、すごいこう仕事ができる人たちだらけだったんですよ。で私はその人たちすごい尊敬してるし、すごいなって本当に思うんだけど、そういう人たちがいたから、なんか自分がいる環境ってすごい大事だと思ってて、周りにどんな人がいるかで自分って結構変わると思うんですよ。環境要因大事だなと思ってて、なので私はそこにいたから逆に言うとそれだけ続けられたんだなと思うし、あの働いたのも
短い期間ではあったけど応援してもらったりとか未だに連絡くれたりとかされてよかったなっていうふうにはすごい思いますね。 OL やったから身についたことって山ほどありますしね。楽しかったです。でも、大手企業にいたからね、入れたの奇跡よ普通によく入れたなと思います。え、変わった感じします？あの OL 辞める、辞めた後と前、そんな大きく変わった感じはしない。あら、よかったですこれなんかかぶれてんじゃないのみたいな言われたらどうしようって思ったわけですよなんか調子に乗ったりとかねあるかなみたいな、あの変わってないって思ってもらえてるんだったら嬉しいなと思いますけど。大会行けないですかね。そう、それめっちゃ言われるんですよね、返事が部活みたいな収録とか行ってもすごいいい返事みたいな返事褒められるの。でもそれは別に OL やってたら関係ないと思う、部活だと思いますけど。でね、なんだろうね、いろいろ理由はあったと思うんですけど、まあ一番はごめんこっからちょっと甘くなるかもだから飛ばして、なんかハッピーモードがいい方は飛ばしてください。いやでも何度も言うけど、やめようと思って入ったわけではなくて、 OL はそのまあ忙しくなってきて寝る時間もまあ正直ないし休みもないしっていう状況で、まあ、体力自慢だったんで結構バスケやってたんでね、ですけどちょっとあの体にガタが効いたというか、もう普通に記憶なかったですしあれなんですよ、聞いてください、あの、ね、気づいたらマクドナルドでポテト食べてた時があって、お金を払った記憶もないし、でもね半分ぐらい終わってんのっていうのがおもろいやん、普通に超びっくりしたみたいなのがあったりとか、まあ普通になんか大丈夫って言われること死ぬほど多くて、多分顔ひどかったと思うんですけどとか、まあ最終的にはお仕事してた時に勝手に涙流れてきちゃって勝手に涙がわーって流れてきちゃって止まんなくなっちゃって、でもコロナだったんでマスクしてたからね見なかったんですけど、って時にあー多分その自分の多分今キャパが超えて涙が出ちゃったんだなって思って、で、まあ、まあ実際そういう記憶がなかったりとかいろいろね、よくよく考えてみると自分に蓋してた部分あったなと思って、まあどちらかにしようって思ったんですけど、両方ね全力で 100% でやっていたものの、これどっちかにしてたら150でやれるのになみたいな、 150% でやれるのになみたいな思うことはたびたびあって、それこそ演技のお仕事も最近させてもらってるんですけど、多分それは OL やりながらじゃ絶対に無理なお仕事というか、スケジュール的にね絶対に無理なんですよ。まあ100-100ではなくて150にしたいなって思ったのがきっかけで、 OL じゃなくて芸能を選んだ一番の理由はやっぱりその求めてもらえていたというか、応援してくださるファンの方がいるってすごいことだなと思ってて、なんかだんだん上がってきて声出なくなったけど、その、まあ、OL ももちろん感謝されるお仕事ですし、クライアントさんもいてそれで喜んでくれる人もいるんですけど、まあ、応援してくれる人ってさ直で見えるというか、あのマルピのおかげでこうなったよとか結構言ってくれる人、温かいね声もらうこともすごい多くて、なんかその人たちのためにできることが今あるのに、それじゃない方向を選ぶのよりも、うん、今応援してくれてる人を大切にしたいなというか恩返ししたいなって思うようになって、あのマネージャーにそれを話す時にね、まあなかなか一斉決心なわけじゃないですか、だからカフェでね6時間喋りました話した昼ぐらいから喋ったのに夜になってました。テラスで喋ったから暗くなって寒いみたいなくらい、まあ真剣に話して決めたので、まあ知っててほしいのはどっちも本気だったよってことですし、今はそういう150のつもりでこのお仕事してるので、あのぜひぜひ応援してほしいなと思うし、お仕事待ってますあ、なんか拍手された、イエーイ。じゃあでもね、これ本気なんですよ。まあでも話すタイミングなかったし、そのいや私 OL 頑張ってるんですよっていうのも違うなと思ってて、なんかね、あれだったけど OL 楽しかったですあのね、あとはそう春ですしね、
その就活みんな大変だと思うんですけどね、私みたいなあのそれしかしないってなるとあの参っちゃうと思うんで、適度に息抜きするっていうことをね、私も覚えたいですし、皆さんも覚えましょうね。これからも、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。応援してくださる方もよろしくお願いします。マルピのこと好きになりましたか？いや、でもそう、別に隠してるわけじゃないので、いろいろ就活悩んでるとか、お仕事どうみたいなのあったら、ぜひぜひ気軽に言ってください。ありがとうございました。ありがとう、ごちそうさまです。ありがとうございました。バイバーイ。